オウムが喋るの上手なのはなぜだろう。鳥って鳴いてお互いにコミュニケーションを取るよね。でも人に飼われてる鳥は人の言葉を覚えようとする。普通の鳥は舌が小さいし喉の仕組みも違うから話せられないんだけど、オウムは舌も厚いしよく動く。人間の喉に仕組みも似てるから話すことができるんだって。オウムは頭もいいし好奇心が強いし褒められるのも好きだから、ゲイを教えると覚えちゃったりするよ。今日も見てくれてありがとう。またね、バイバーイ。